演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、ファミリーマートのトロッピーザ照り焼きチキンを食べたいと思います。以前辛いタコスミートを食べたことあるんですけど、照り焼きチキンはまた違うのかな。楽しみですね、こういうの。では皆さんもたっぷりいただきます。ちょっともっちりとした歯ごたえのあるトルティーヤ生地を噛むと、中にある野菜のシャキシャキとした音、食感と照り焼きの甘辛いタレ、お肉の旨味が口の中にふわっと広がりましたね。どれもとっても美味しかったです。照り焼きは甘辛いので、タコスミートより食べやすいかもしれませんので、より多くの人に楽しんでもらえるかもしれませんね。やっぱり照り焼きは甘辛いのがいいですね。それは野菜と絡むとまた違った味わいになるんですよ。なのでこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞編に。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。